ということで今回もやっていきたいと思います。さあそれじゃあとりあえずあれやね、どこに向かおっか。動物村？よし、動物村に戻ろう。あ、この辺行ってないけん、この辺ってことかな、もしかして。はい、ワープ。あの辺か、まあ、もっと上の方、山の方。あ、トランクナットル終わった？え、オイラたち動物がどうして喋るのかって？なんでかな？オイラウサギだからわかんねえや。オイラまだ子供だからわかんねえやって。え、おどうした？ここにおるんやけど。やっほー、おニューのほうきなかなかいいよ。いや、じゃなくてなんでいるんすか？ここ家なの？もしかして。ウルリダじいさんはいないね。当たり前のようにそこにいるのびっくりするんだけど。あ、てかそこの穴の中さ、フックショット必要なやつなかった？なんか。気のせいかな。あれ？てかどっから行けばいいんだ？回っていかんといかんのか。めんどくせえな。ああ、マリンちゃん来ないかな？やっぱあれだよな。何？あれとは。さあ、マーサの入り。いや、いて。ちょ、見えなかった。普通に。もうなんかすでに踏んだり蹴ったりなんですけど、やめてください。いやー、近づかないで。私に近づかないで。あ、ちょっと待って。ちょいと待ってよ。いた。こういうところを渡れるようになったってことよね。オッケー。あ、これでやっと人魚のところに来れた。人魚の鱗をかけてるところにはめ込んだ。あ、そういうこと？うわ、階段現れたよ、なんか。え、あの、交換できるものは中にあるの？何？え、何？え、何？何？超気持ち悪いんだけど。まだなんかいる？え、これはあれ？バグとかじゃなくってそういう攻撃をしてくることはないのか。すげえ気持ち悪いんやけど。あ、これでもしかして見えるようになるとか？なんとこれは不思議なメガネ、見通しレンズだ。今まで見えなかったあれやこれが見えるようになるぞ。これは？これが最終？違う。これが最終？これも交換するの？見通し、あ、これが最終ってことか。見えなかったものが見える不思議なレンズ。これは、ま、装備とかじゃなくっても、そのまんまってことやね。へえ、あいつがいたの？なるほど。この辺なんもないんかな。ハート？イエーイ、回復ポイントやね。ってことは、こっち側も。ほら。あ、全部ハート。やったね。間違えた。間違えた。イエーイ、全回復。で、こいつらがいるわけだ。え、もしや、やっつけられない？え、やっつけれないの君。どうして？なぜだい？まあ、攻撃仕掛けてくるわけでもなさそうやけど。まあ、これが多分最終なんでしょう。どっか行けるような場所ある？あ、ここなんかぐるっと回ったら。え、なに？ここで？ここで？しかも何そっち側に。ここのすぐ北と南に神殿がある。二つあるん。北と南。まずは南に向かいなされ。風の魚とゆかりのある荒れ果てた古代の遺跡じゃ。そこで何を見るのかの？え？南？戻れってこと？あそこなんかあるの？なんなんやろあれ。よくわからんけど。こっちに進んで行ったんでいいんかな？全然違うんかな？
南、あ、こっちか、もしや。南の神殿、ここや、南の神殿。本当にすぐやったね。え、何す、うえい。びっくり。動く石像的な感じですか。やめてよ。いや、怖すぎか。もしや、全部動く。いやー、しかも一旦動き出したらめっちゃ動くやん。やめて。はい、動いた。確実に突進してくるわけでもなく、ただただうろつきよるだけやけん、周りのこいつら、このプニプニたちの方が多分ここを守るためにおる兵士たちなんやろうけど、意味あるのか。はい、中入るよ。ここは一体何なんだろうか。弓矢が欲しいね。え、ボス？何？急に。え？誰？いた。速攻で。あー、怖い。やった！ため攻撃か。あ、ちょっと待って。はい。ため攻撃だな、これは。はい。あ、盾壊れた！めっちゃいい感じじゃない？ちょ、あ、おい、あー、ちょっとタイミング、あ、ダメや、くわ、こ、来ないで来ないで来ないで、ちょっと待って待って、おお、何あれ、頭壊れたよ。何あれ、中からなんか出てきた、出てきた。誰、動きが素早くなったんだけど。おお、何あの中身、コナンに出てくる犯人みたいな、かわいい鍵。え、めっちゃかわいいんだけど、かわいくない？フェイスの鍵を手に入れた。え、これ好き。これ好き。暗いけど、壁に絵が彫ってある。暗くてよく見えない。暗くてよく見えない。見えない。あ、ちょっと待って。久々のコナンの登場やね。はい。これ風の魚？これに触れし者に継ぐ。コホリントは島にあらず。空、海、山、人、魔物。皆すべて作り物なり。え、やっぱり人も？風の魚の見ている夢の世界なり。風の魚目覚めるとき、コホリントは泡となる。我、流れ着けし者に真実を伝える。作り物？ほら、やっぱり、マリンとかタリンとかも作り物なんや。つら。じゃあさ、この、リンクがめちゃくちゃ頑張って自分の島に、島？自分の場所に、戻ろうとしよるのは、な、みんな、え？戻ったらみんなおらんくなるってことか。この中にある石板は古より伝わるもの。この島が風の魚の夢の中にあると記しておる。夢かうつつかなど、誰にも確かめることはできんじゃろう。宝の箱は開けてみなければ中身を知ることができんように。夢も起きてみるまでは夢とわからんものじゃ。本当のことを知る者は、風の魚だけなのじゃよ。信じる道を行きなされ。いずれ答えは見えてこよう。君も作り物ってことよね。辛いわ。さあ、それじゃあちょっと。ハート。ハート大事。さあ、これで。まあ、向かいますか。北の神殿に。北の神殿もすぐそこかな。どこから行けばいいか。あ、こっちはフクロウだけか。じゃ、こっちじゃなくて、ここから向こうに行ける。来いね。よし、行こう行こう。あ、うわ、危ね。やめてよ。あ、ここ壊せそう。ん？何あれ？なんか巨
大な鍵を差し込めそうな場所が。あー、妖精やん、嬉しい。ふぅ、どうも。傷と疲れを癒しましょう。少しの間目を閉じて。あ、手前の妖精捕まえとけばよかったな。こっちで回復してもらって。この妖精多分いつでもおる妖精やろ。大妖精の方ほら、おるおる。ちょ、捕まえとこう。はよし、これで妖精を瓶に入れた。使えばいつでもハート回復。目の前で仲間を連れ去ります。さ、これってとりあえずこの組み合わせにしとこうかな。無駄に使ったらあれやけんね。どこ行けばいいんやろう。あ、こう行ってて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 。今私攻撃できないんでやめてくれる？ここを抜けてどっかに行けるんかな。あんなところにハートのかけらがあるけど、どうやって行くんだいあれは。え、行けなくね。え、どこから行くんあれ。タルタルコーチ、懐かしの。ここは一体。一応ここから向こうに渡れるっぽいけど、誰こんなとこに住んでるの。イカダヤ、イカダヤ。へー、yeah. いらっしゃい。100ルピーでイカダに乗るかい。え、乗りたい。急流滑りには高視聴にあるアイテムを集める遊びと、ゴールをした時のタイムを競うタイムアタッカーよ。どっちをやるんだい。え、じゃあアイテム集めもらえる。それよし、ゲートを開けといたよ。存分に楽しんでちょうだい。やった、急なミニゲーム要素。これか。敵はいないの。え、こっち。え、こういう感じ。なんか結構ゆっくりやね。あ、もう戻れんねや。よいしょ。あれ、あ、あんなところにハートのかけらがあるんですけど。よいしょ。宝箱もあるね。なんだ、どういう方向に行くんだ。流れに逆らうことはできない。結構向こうの方に行ってしまったな。ああ、あ、どうもおじさん。はい、そこまでアイテム集め終了。もう一回やってみるかい。じゃあしようかな。いや、やめとこ。その気になったらまた来ちょうだい。了解です。あの、私は一体どこへ行けばよろしいんでしょうか。ここを抜けるのね。ここもしかして潜れるんかな。いや、全然潜れんかった。あ、これ、あ、ここ段差になっとんや。なるほど、そういうことか。やった、ハートのかけらゲット。あと何個。急流滑りって書いとった。あと1個や。よしよしよし。じゃあもうこっちはあの小屋だけやけん。あ、ここに戻ってくるんやね。なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、結局北の神殿はどこにあるの。ここからすぐ北と南に神殿があるって言ったよね。南しかなかったんやけど、あの鍵のところなんかな、わからん。